はい、皆さんおはようございました。こんばんは、キロマッキーです。はい、というわけで下総中山に行きました。はい、今回は新規オープンの施設でございます、サウナイン中山に行ってみたいと思います。はい、こちらがですね、11月の9日にオープンしたばかりのサウナ施設なんですが、こちらは個室サウナなんですが、90分1000円というね、ありえないコスパでね、個室サウナを楽しむことができる施設なんですよ。というのもですね、個室が9部屋あるのかな、あって、この水風呂と整いスペースはパブリックなんですよ。完全にこのプライベート空間というわけではないんですが、個室サウナをね楽しみつつ、水風呂整いスペースもねしっかりと楽しむことができて、90分1000円っていうね、いやー、これはちょっとね衝撃ですよね。サウナ、水風呂、整いスペース、どんな感じなのか、めちゃめちゃ楽しみでございます。それでは早速いきましょう。はい、下総中山の駅から、ほんとねすぐなんですよね。徒歩 2,3 分っていう感じなんで、立地もアクセスも素晴らしいということで向かいましょう。はい、 Google マップの案内通りに来ると、この松屋の隣に案内されるんですよ。で、ここにちょっと看板あるんですが、入り口はこちらのビル裏2階ということで、一応そっちに路地があるんで、そこ曲がって入っていく感じですかね。はい、というわけで到着しました。ここですね、サウナイン中山。いやー、こんなとこにあるんですね。天然地下水が見えてるな。これはかなり期待できますね。気持ちいいでしょ、絶対。というわけで、ここの2階なんですね。行きましょうか。終了と書いてるけど、いけるよ。サウナイン中山、ありがとう。いやー、未だかつて見たことがない斬新なサウナ。はい、というわけでサウナイン中山行ってきました。いやー、こちらはですね、個室サウナとパブリックの融合といった感じで、いや、かなりね珍しいサウナ施設でしたので、どんな感じだったのかっていうのをですね、ざっくりまとめていこうかなと思います。まずは受付で支払いを済ませて入館するといった感じなんですが、こちらがですね、 PayPay と LINE Pay しか使えなかったんですよ。現金はね全く使えないので、こちらは注意する必要があるかなと思います。90分1000円で利用することができまして、お店側はこのサウナは3セットを推奨しているみたいです。早速浴場に行ってみたんですが、こちらがですね、サウナ、水風呂、整いスペース、あったかいお風呂、シャワーといった感じでしたね。浴場全体がですね、かなりカラフルで明るい印象なんですよ。このサウナマットがずらずらとねこう並べられていて、いやー、あれはねかなり珍しい映えスポットといった感じでしたね。このサウナマットなんですが、一つ一つに番号が振られてるんですよね。で、下駄箱と脱衣所のロッカーと全部この統一するといった感じです。例えば7番の、下駄箱を利用した場合は、7番の脱衣所ロッカーと7番のサウナマットを利用するといった感じのルールがあります。それではお待ちかねのサウナということで、こちらがですね全9室あるんですよ。冒頭でも個室サウナとお伝えしたかと思うんですが、厳密に言うと個室サウナではないんですよね。というのもですね、サウナ室が電話ボックスみたいなね、このサイズ感の一つの部屋がありまして、その部屋がこう3つ並んでいるような感じで、この頭、この顔の部分はですね、木の板がこう隣貼られてまして、それがパーテーションみたいな感じになってるんですが、で、この下なんですね、足元にストーブがあるんですけど、このストーブがあるところはですね、この3部屋全部つながってるみたいな感じなんですよ。サウナストーブが置いてあるところはですね、空洞になっていて、まあ3部屋ぐらいつながっているといった感じなので、まあ完全に個室サウナというわけではなくてですね、まあ8割ぐらいはこのプライベート空間を楽しめるかなといった感じです。いやー、あれはねかなり斬新なアイデアといいますか、未だかつて見たことがない個室サウナの形でしたね。室温はですね85度前後だったかなと思います。コンパクトなサウナストーブですので、このかなりパワフルというわけではなかったですね。このじわじわと汗をかけるような感じといった印象です。こちらがですね、ロウリュもできるんですけど、入り口付近に置いてある氷、ちっちゃな氷を2粒まで持っていくことができ
きまして、でそれをまあサウナストーンにジューッと置くといった感じなんですよね。正直劇的に熱くなったかと言われるとそうでもないんですよね。体感温度ちょっと上がったかなってくらいの感じで、このロウリュをした時にですね、ちょっと焦げ臭かったんですよね。なんでそもそもこのロウリュ大丈夫なのかなっていう心配もありました。ここまではですね、正直このサウナ微妙かなとか思ってたんですが、ちょっとねここからね素晴らしいポイントを挙げていこうかなと思います。あの6番のサウナがあるんですが、こちらがですね完全に個室サウナなんですよね。この6番だけ完全に独立してまして、サイズ感もですね電話ボックス2つ分ぐらいですかね、しっかり足を伸ばすこともできましたし、ゆったりとね自分の世界に入り込むことができました。暑さもですねここだけ違いまして、95度から100度くらいあったと思います。バッチバチに仕上がっていて本当にね最高でしたね。これを90分1000円で楽しめるのであれば本当に十分満足できるかなと思いました。やっぱり皆さんこの6番のサウナ室にね行きたいんですよね。だいたいねお客さん入ってるんですよね。なんでここの奪い合いになってしまうんじゃないかっていう印象はあります。寝された後は水風呂ということで、こちらがですね地下水汲み上げということでね、めちゃくちゃ気持ちよかったですよ。水温20度ぐらいだったと思います。ずっと入っていられる心地よさ最高でしたね。で結構ねこの浅めなので、このお風呂のこう縁にねこう頭を乗せてね全身浸かるといった感じで、いやー気持ちよかった。水風呂の中央に備長炭が置いてありまして、その上からですねオーバーヘッドシャワーが降り注いでるんですよ。めちゃめちゃおしゃれなんですよね。この光景、このシャワーが降り注いでいるところを見ながら水風呂浸かると、いやめちゃくちゃ良かったですね。水風呂で体をきっちり締めた後は最後は休憩なんですが、こちらはですね外気浴スペースがあります。いやルーフトップテラスみたいな感じのめちゃめちゃね開放的な外気浴なんですよね。椅子もずらずらと並んでて、いやあの外気浴はですね最高に気持ちよかったですよ。雨の日も楽しめるようにねしっかり屋根もついてるんですよ。このね屋根がなくても良かったのかなっていう印象もありますけどね、この空を眺めながらの外気浴って気持ちいいじゃないですか。ただこのねまあ雨の日も楽しめるっていう部分ではいいのかなと思います。サウナ水風呂外気浴を楽しんだ後、最後はですねちょっとやっぱ体冷えちゃったので、あったかいお風呂に浸かってねまあ出ようかなということで、いやーこのあったかいお風呂あるのでかいですね。やっぱり冬場はどうしても体冷えちゃうんで、最後にゆったりとお風呂に浸かって出るっていう、これができるのは嬉しいですね。その他のポイントとしては、飲用水あります。入り口付近に給水器があるので水分補給もできますし、アメニティはですね何も置いてなかったですね。ドライヤーしかなかったので、この化粧水とか乳液とかそういったスキンケア的なものは持参する必要がありますね。あとはですね気になった部分としては、このまあサウナ室のつながっているところのサウナの方はやっぱりどうしても温度がね上がりにくいというか、そこまでバッチバチに来なかったっていうのはまあちょっと微妙かなっていうところもありましたね。あとはまあロウリュのシステムが、どうなんですかね、あの氷をやっぱ持っていくしかないので、まあ初っ端からもうロウリュするしかないんですよね。それかまあサウナ5分ぐらい入ってから1回出て氷を持ってってロウリュする、それもちょっと手間だよなとか思いながら、まあロウリュまあ一発目にすればいいんですけどね。一番やめてほしいなと思ったのはですね、6番以外のサウナ室、この下がねつながっているサウナ室なんですが、この暑さを確認してるかなんだか知らないですけど、こう開けてサウナ入らずにそのまま閉めて他のとこ行くみたいなことをするお客さんが結構いたんですよね。いや皆さん暑いところに入りたいっていうのはねわかるんですけど、この入らずにねただただ開けてもうそのまま出るっていう、ただもう外気入ってきちゃうじゃんみたいなね、こっち入ってる身からしたら、いやあれはねやめてほしいなと思いましたね。もうそこを開けたなら入るっていうのはね、あの徹底していただきたいなと思いました。最終的にはですね、僕個人としては90分1000円で入れるなら十分かなっていう印象ではあります。この下がねつながっているサウナ室の珍しさっていうのもありますし、6番のサウナ室に関してはしっかりねプライベート空間保たれてるにもかかわらず、めちゃくちゃに暑いっていうね仕上がっているサウナ室もあるので、いやーここはですね90分1000円で楽しめるなら本当にね、いや満足
得できるのかなと思います。気になる方はですね、ぜひ足を運んでみてください。はい、というわけで今回は新しくオープンしましたサウナイン中山に行ってきました。かなり珍しいサウナの形態と、この90分1000円で楽しめる圧倒的なコスパ、これをですねぜひ体感してほしいです。ぜひ足を運んでみてください。というわけで今回はこの辺で終わりたいなと思います。僕はですね、様々なサウナ施設を巡っております。チャンネル登録、いいねいただけると嬉しいです。 Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。